バンガレン級駆逐艦 HNLMS ファンゲールンクラスデストロイヤーはオランダ海軍が第一次世界大戦後に建造した駆逐艦の艦級である。本級はピートハイン級駆逐艦の改良型として設計、建造された駆逐艦である。本級とピートハイン級を合わせてアドミラー連級とする資料もある。全級である公試み中のピートハイン。 本級の船体形状はクリッパー型艦首から、艦渉看板の還元部のみ高い、単線指導型船体を採用している。全く傾斜のない艦渉看板に、ボフォース 12cm 速射砲を棒立てのついた、単装砲がで、1.2番手法を背負い式で2機、上部見張り所に、即距技を乗せた箱型環境の両脇には、船橋がつく。環境の背後に、 簡素な短脚症、その後方の日本煙突の左右は関西低置き場となっており、日本一組のボートダビッドを片言二組の計四組により運用される。一番煙突の左右には単小灯台となっており、単小灯が片言に一機ずつ計二機が配置され、二番煙突の背後の中央部間板上に53.3センチメートル3連想魚雷発射管が 単焦灯台を挟んで直列に2機配置されていた。その後に水上機置き場があり、短脚式の水の基部についた、クレーン1機により運用された。後部甲板上に後ろ向きに3.4番手法が、後ろ向きに背負い式配置で2機が配置され、完備側に、機雷運用のため機場が並列で、計2機配置された。オランダ。 ウィルトセン・フェーン造船所にて1927年5月28日、気候。1928年6月28日、浸水。1929年10月22日、浸航。第二次世界大戦時、本国艦隊に所属。1940年5月10日に、ロッテルダムにて、ドイツ空軍の爆撃機により撃沈。オランダ。 バーガーハウス造船所にて1928年8月25日、帰港、1929年11月14日、浸水、1930年11月14日、浸航。第2次世界大戦時、オランダ東洋艦隊に所属。1942年3月2日スラバヤで、自沈処分。 日本海軍に六角後、1944年3月20日に、日本海軍第106号哨戒艇として収益。1945年に、オランダに海軍に、返還。1949年9月に、標的艦として、撃沈処分。オランダ、バーガーハウス造船所にて1928年8月15日、寄港。 1930年3月20日浸水。1931年3月12日、春工第二次世界大戦時、オランダ東洋艦隊に所属。1942年2月17日に、バンカ島沖合で、日本海軍の航空母艦、龍城からの爆撃機の攻撃により撃沈。オランダ。 ウィルト戦フエン造船所にて1927年5月28日、寄港。1928年9月11日、浸水。1930年2月20日、春港。第二次世界大戦時、オランダ東洋艦隊に所属。1942年3月2日に、スラバヤで、ドックで爆撃を受け、沈没処分。ありがとうございます。